さか母校と当たるとはね。さあこちらは沖縄宇宙飛行士訓練学校ガンプラ部対鹿児島ロケット株式会社のバトルです。先輩でも先輩は立てるものじゃないか。はぁ、惜しい。しかしここで後輩2人を倒しても残りはあのチームか。だったらなあ後輩、なんすか。このままだと俺たちどっちも勝てないと思うんだ。あちらは共同戦線の発展。悪く思わないでくれ。これも勝負だ。ちょっとミソラちゃん、私も辛いの。でも勝ちたい。あと就職したい。就職って何？学校を卒業しても宇宙飛行士になれるやつは一人か二人。ここで勝てば鹿児島ロケットにコネができる。あちらにも負けられぬ理由があるのだ。だがそれは我々も同じ。そうだよ、私たちも絶対に負けられない。良い戦いだった。ガンプラバトルジャパンカップ優勝は綾戸商店街ガンプラチーム。それでは30分後、優勝した綾戸商店街ガンプラチーム対ミスターガンプラのエキシビションマッチを開催します。皆さんお楽しみに。待ちかねたよ。
正堂々。そうだ、分かるぞ。そうした、先輩、あと少しだけ。これ仲間の分まで。スランスだもん、これは痛い。そこだな、君の力を。面白い。
やるな。私がファイターだってこと。あれって、アルキさんの後輩だ。君も感じるはずだ。ほん、そうだ、いいぞ。はあ、ミサ、私たちは離れていよう。でも、アルキ殿の邪魔になる。私たちは日本一のチームなのに。世界は広いな。私が考えた通り、君は素晴らしいファイターだ。君はこの短い戦いの中でさらに強く成長している。君と君のチームメイトとの差でもある。それを自覚した。君たちは今まで通りではいられないだろう。それでも私はこれからも君たちがここにいるよう願わずにはいられない。君の勝ちだ。決まった。ジャパンカップエキシビションマッチはあやと商店街チームの勝利です。本当に素晴らしいひとときだった。年がいもなくはしゃいでしまったよ。はしゃぎすぎだよ。なんなの？外部から侵入しているのか？たまたまテレビをつけたら引退したチャンプがバトルしていたのでね。こんなの予定には。君はウィル少年なのか？どうやらその無様なファイターに敗れたようだけど、今回もまた勝ちを譲ってあげたのかい？違う、私は全力で戦ったよ。8年前は僕に勝ちを譲ってくれたのに。いや、君よかったね。手加減してくれる優しいチャンプでさ。よせ。彼もこう言ってるんだ。日本一のトロフィーをもらってとっとと家に帰りなよ。すごいスピードだ。止まってみるぜ。アルシ殿、こんな下手くそ。君は力の差が分かってるみたいだね。何なんだよもう。すまない、全部私のせいだ。もう8年も前のことだ。私は多くの国際大会で優勝を重ね、ノリに乗っていた。多くのスポンサーがつき、ミスターガンプラと呼ばれ始めたのもこの頃だ。ある時、私はアメリカで開催された大会に参加し、そこでウィルという少年と出会った。私のファンだというその少年は決勝で私に挑戦すると笑った。私はその子に力を尽くした素晴らしいバトルをしようと口では言ったが、その子が決勝まで残るとは思っていなかった。だがウィル少年は決勝の舞台で私の前に立った。彼とのバトルは私が久しく忘れていた互角の相手と戦う高揚感を思い出させてくれた。年の差なんて関係ない、新たなライバルとの出会いを心から喜んだ。
お互いがお互いを高め合い、戦っている間にもさらなる成長を遂げていく。そして素晴らしい時は瞬く間に過ぎ、私は彼に敗れた。私はとても晴れやかだった。決して悔しくなかったわけじゃない。それ以上に素晴らしい満足感が私を満たしていた。しかし、私のスポンサーはそれを許してはくれなかった。私がそれに気づいたのは、翌朝のニュースサイトを見た時だ。ミスターガンプラ、少年に夢を与える。そんな見出しだったか。努力の末に勝ち残った11歳の少年を勝たせるため、私は勝利を譲った。私は全力を出して負けたわけではない。そういうことになっていた。私はホテルを飛び出し、彼の元へと走った。しかし、我に帰った時、私はホテルの前に戻っていた。手には傷つき折れ曲がったあの大会のトロフィー。もう二度とあの時のようなバトルには出会えないと思った。ならば私のバトルはもうただ日銭を稼ぐためだけのものだ。私はその日ファイターであることをやめた。あのバトルは心ない大人たちの思惑で嘘にされてしまった。ならばせめてあのニュースの見出しだけでも本物にしよう。奇抜なファッションに身を包み、道化を演じてでもステージでみんなに夢を与えよう。私はミスターガンプラなのだから。リージョンカップ決勝戦で君の戦いを見たとき、現役時代を思い出した。あろうことか立場を利用してエキシビションマッチを予定に組み込んでしまったよ。結局それが君たちの優勝に水を差すことになってしまった。こんな私がバトルなどするべきではなかった。そうすれば彼もあんなことは。ミスターは悪くないよ。ねえミスター、その子はどうして突然姿を見せたんだろう。私がバトルすることが許せなかったからでしょう。そうかな、それだけなのかな。しかし他に理由が。さあ、いつまでもどんよりしてないで、冷めちゃうわ。おお、そうだな。嫌なことは飲んで食って忘れちまえ。うん、そうだよ。私たち日本一になったんだよ。日本中に商店街の名前が轟いたんだよ。そういえばクリーニング屋の新井さんから電話あったよ。もうすぐ出稼ぎ終わって帰ってくるって。うちには電気屋の後から連絡あったぜ。商店街復活も遠くねえぞ。聞いて聞いて。なんだよ、朝から元気だな。世界大会の招待状が来た。世界大会の招待状だ。見せてみろ。こりゃすごい。会場は宇宙エレベーター。しかも決勝戦は静止軌道ステーション。当然参加だろう。当然だよ。それはよかった。どちら様。やれやれ、商売敵なのに顔も知らないのかい。タイムズユニバース CEO だな。こんなところに。こっちに作った百貨店が振るわないんでね、視察だよ。こちらは僕の秘書のようなものだ。ドロシー、挨拶を。お初にお目にかかります、ドロシーと申します。ウィルボッチャマが尊大な態度で極めて不愉快でしょうが、何とぞご容赦ください。私の顔に免じて何とぞ。ドロシーは、私初めての日本で少々浮かれているようです。さてお嬢さん、一つ勝負をしようか。勝負？奇遇にも僕も世界大会の招待状を持っている。なんで？タイムズユニバースはガンプラチームなんて持ってないでしょ。うちの一部門に宇宙事業があるんだ。宇宙エレベーターにも出資している。まあそんな縁があってちょっとお願いしたのさ。それで
僕が勝ったらこの商店街立ち退いてほしいんだが。そんな勝負受けるわけないでしょ。お嬢さんは別に出なくても構わないよ。僕が戦いたいのはそこに突っ立ってる君らのエースだ。こないだのエキシビション、君はチャンプとの戦いで消耗していた。全力だったらあんなことにはならなかった、なんて言い訳されるのも面白くない。だからさ、もう一度バラバラにしてあげるよ。あんた、まさかあの時のガンプラ受けてくれるよね。まあダメならこの辺一帯を側近で買い上げることもできるけど。そんなの。それじゃ宇宙エレベーターでお会いしよう。ドロシー、帰るぞ。この後は浅草の雷門です。どうすんだよ。どうって？ウィルはうちのエースと戦えればいいってよ。じゃあどうすんだよ。何が言いたいの？うちのエースはジョーちゃんだって言ってなかったか？そんな昔のこと持ち出さなくても。私エキシビションで何もできなかったのに。だからエースはこいつでいいってのか？こいつだって何もできなかっただろ。一瞬でバラバラでも逃げないよな。強え相手が出てきてちょっとワクワクしちゃってるよな。今度やっても負けるかもしれねえけど、商店街とかぶっちゃけどうでもいいよな。なんで、なんでそんなこと言うの？勘違いしてるかもしれないから言っとく。商店街をどうにかしたいのはジョーちゃんだ、俺たちじゃない。本気でここを守りたいならジョーちゃんが突っ張んねえでどうすんだよ。私しばらく留守にする。まったくよ、エンジニアの仕事じゃねえってな。ロボタの方は俺に任せろ、あとはお前さんだ。近々小規模だが国際大会のツアーが開かれる。お前さんだってもっと強くならなきゃならんだろ。
楽しませてくれよ。やる。そうだ。私のパーツ？
パーツを、そんなバカな。ことにはならないんだよな。おい、久しぶりだな。どうしたの、こんなところで。ミサちゃんは？ロボもエンジニアのおっさんもいねえじゃん。一人なのか？二人だ。なんだ、妹連れてきてるのか。小さくて見えなかったぞ。かわいい。お名前は？いくつ？名前は一個しかねえよ。おい、こら学生、私はな、お前らの倍は生きてんだよ。で、なんで他のみんなはいないんだ？無視すんな。ああ、あのエキシビションな、見てたよ。それで、ロボタ君は回収中で、ミサちゃんは一人で修行の旅に出た。あの子、アグレッシブだね。で、お前はこのツアーに来たってことか。だったら一緒に出ましょうよ。ファイター2人より3人の方が有利だし。サポート3人もすんのかよ。望月ちゃんっつったっけ。俺たちにサポートはいらねえよ。これでも沖縄宇宙飛行士訓練学校の生徒なのよ。ハードもソフトも必要な知識は持ってるわよ。お前ら大塚、なかなか優秀じゃないか。気に入った。よし、沖縄宇宙飛行士訓練商店街チーム結成だ。宇宙服でも売ってんのか、その商店街。